Man, he's building cards. Parental advisory. Explicit content. アロムの小室さやかです、私はですね、普段アロムというユニットとキングクリームソーダというグループで、歌手として、活動しています、最近は、グラビアもやらせていただいて、とっても歌手とグラビアという楽しい毎日を過ごしています。私はですね、食べることが大好きで、特に麺類が好きなんですけども、そのパスタとかラーメンとかの食べてる動画をよく SNS に上げてますので、ぜひ皆さんご覧ください。そして美味しいお店とかあったらぜひコメントとかして教えてください。そして今日はですね、ヤングアニマルさんの撮影が終わりまして、初めてのヤングアニマルさんということで、すごい緊張したんですけども、これ赤いドレスだったりとか、可愛い水着をたくさん着ることができて、すごく楽しかったです。そして、面白い優しいスタッフさんに囲まれまして、楽しい思い出になりました。ぜひ皆さん楽しんで見ていただければと思います。これからも応援よろしくお願いします。以上、小室さやかでした。ありがとうございました。Yeah.
ラダ食べる。はーい。でも今日もさ、すごい楽しかったよね。サラダ食べよう。はい、リリー・フランキーと申します。僕ももう長くビートルズマニアを、続けてまして、まあもう僕がそのビートルズを聴き始めた頃はもうビートルズは解散していたんですが、それでもその残された映像を、あと写真とか、あれこの写真見たことないなとか、あれこのアザーカット、この映像でっていう、何ですかね、もうそのマニアとしてはもう解散してしまって何十年も経つバンドを追っかける身としては、見たことない写真、一枚の写真とか見たことない映像っていうのがもうほぼないだろうっていうぐらい、もういろんなブートレグ屋さんとかいろんな海外の店で探して、この写真ってあったっけみたいなのをマニア同士で話す中、あの伝説のルーフトップの、もう、何時間も、6時間ですか。まだなかなか全貌がつかめてないんですが、未公開の映像がそんだけ大量な物量で出てくるっていうことは、もう本当にこれが最後だと思いますし、あの時期にあのメンバーがやっぱ屋上に集まって、もう最後の演奏におそらくなったライブだと思いますので、いや、この貴重な映像今までどこにあったんだっていうことと、そして、またそれをピーター・ジャクソン監督がまた新たにエディットしてということで、これはもう映画としても、大変素晴らしい映画になっていると思いますし、もう資料映像としては大変価値のある。これは本当ビートルズのマニアの方に関わらず、一つのなんかやっぱ音楽の歴史として、やっぱ音楽のドキュメンタリーの映画っていうのはやっぱどれ見ても外れがないので、ぜひこう、一つの音楽、一つの世界を変えたグループの、最後の伝説のその映像をちょっと皆さんにも、見ていただきたいなと、思っております。不安になるぐらい風吹いてて、でもすごいすごい
構これが好きで個人的にはね、これが好き、好きな色のものなんですけど、可愛い、自分慣れながら可愛いってことすごい、これはあれなんですよ、バーンって美脚で出したんですけど、岩崎意外とおっぱいもあるよっていうのが分かったし、完璧でしょ、この素晴らしい、いやもうね全部入れてほしいやつ全部入ってる、純粋に、なんか、みんなに、こう、自分の声を読んで、すごかったよって言って、それがやっぱり、なんか、良かったんですよ。なんか、高橋さんって、あの、YouTube で、まだ出してない、メキシコの映像とかを、撮ったので、ね、っていうのがありがたくないので、こうやって、見てもらいたいなと思います。それではメキング。バビさんのいつもあのスナラジで私のことをいじってるのは、うん、無理しないって言ってる、面白くするの、ちょっと無理してないけど仲悪い風に演出してるかもね、二人の中でなんか意気投合して結構さ、二子説みたいなのがあるよね、ある、だってインスタライブしてても、うん、例えばなっちゃんの話でやると、うん、なっちゃんのことはなっちゃんの話だから、私がなっちゃんの話だから嫌いなの、どうなのっていう感じで、なるほど、ね、ちょっと話聞ければっていうのと、会うのもまず久しぶりだったし、そうだよ、そう、私一人でホワイトスナラジオに行くことになって、そうなの、だから会うのがずっと楽しくてくるじゃなくて、いや多分そうだと思う、なんかすごい、おお、久々に会った元カレみたいな女の人はある程度年齢がある上がってる人の方が好きになるんですけど、ウイスキーに関してはどんどん舌がロリコン化していくんですよね。今単年引きの方が美味しいなと思いながら、6年とかね、8年とかせいぜい10年みたいな、これ人間に例えたらもうそこパグられますよね。でもさ、そうよってね、ピクニックをしたかったのと、なんかなっちゃうから謎のラインが来て、うん、絶対なんかもう得意でられてるじゃん。いやいや、そんなことするわけないじゃないの、あなた。ちょっとあぶ、なっちゃん特製。あ、すごい、うまい、卵。意外と。優しいね。いや、意外とびっくりした。ほら、まあ、プルプルしてる、ちゃんと。唐揚げも作りたかったな。うん、なんだけど、マジで時間かかった。なんで時間かかった。私、早く起きるよ。なんかレジャーシート忘れたから時間が来た、もういいよって言って、早く袋袋を開けよう。そんなにさ、適当だよね、私より。だから分かる、バビさんが怒るのも分かる。なんでかっていうと、私はなんかちゃんとしてますみたいな、あー好きですみたいな感じじゃん。私より全然つぼらだから。そうなの、そう。古いお酒飲みをします。これ銀座で飲んだら多分10万となりますよ。そうだね、お互い本命。私は逆なんだよ。
初めて会った子が、なんか可愛いって言ってほしい女だった。あーなるほどね。可愛いって言ってあげなきゃ機嫌になっちゃう可愛い子みたいな。だから可愛いって言ってほしい。可愛いのと、例えばグラビアとかで前情報もあったから、可愛い可愛いあげあげなきゃみたいな、はい、なるよね。そうそうそうって言ってんのに、ね、こうなっちゃいました。はい、あざといったらみたいになってきたのがあったから、私とめちゃめちゃ大丈夫だ。そこからなっちゃんの面白い、おーよかった。そうそうだ、だってそれを受け入れられない時に、はい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 、はい、ちょっといじられてなんか、うん、みたいになっちゃうね。そう、それがなっちゃんはそれを貫き通すと、なっちゃんをやってる感じが、うん、負けねえなみたいなね。そうそうそう、やるとそれやるやんみたいな感じが。そうそうそう、徐々に受け入れ体制に入ってくれたんだ。むしろこの面白い、これは消えたのめちゃめちゃ当たりが強くなってきたんですよ。やっぱ、うん、ラジオだよね。うん、めちゃめちゃあったね。リアルにちょっとちょっとこれはいいみたいな。それも好きになっちゃったから。私も本当に申し訳ないと思って、怖い、なんか試合のさ、YouTube の時に本当に聞きたいって言ってたじゃん、うん、で、私がそれを来てほしいって言ってたじゃん、一回、うん、結果的にあのちょっとこっちでテコンドーを来てもらうことになったから、うん、本当申し訳ないんだけど、うん、でも試合には興味持ってくれてたから、うん、そこにもしよかったら来てほしいっていうのはあるんだけどって言ったのも、うん、バビちゃんがラジオで、ね、違う子が来るから断られたんだけど、うん。やつだもんね、そんなこと言われたらね。でもだいぶ後に、うん、ちょっと言いたいことがあるみたいな、急にそれも言い出してくれて、うん、見たんだけどさ、全然そう。なんかあれさ、泣けそうだよ。なんかその時のなっちゃんの気持ちを私は分かんないから、面白くなるようにしてもって言ったんだけど、ガチギレって言って、でもさ、ここ隣なんですよ。そう、なっちゃんの目が実際本当に。あ、ほんと？あ、これはさ、あれはさ、こっちのちゃんの動画が上がって、見たときに、何だって言われちゃって、この感じのあった。まあ、だからもともとこのグリベット側があって、名前がグレンリベットになったんでしょうね。蒸留所はなんかこう、好きな子の実家に行く感じがしますけど、やっぱ川と水源見るとやっぱこうね、実家のあの親御さんに挨拶してる感じがします。私は全然嫌いとか、嫌いとかそういうことじゃなくて、なんか本当にちょっと面倒くさいと思わせちゃってるかなって思ってた。あ、本当に私がなっちゃうのが嫌いなのかなと思ったってこと。スタッフさんにこう注意してもらうこととか結構あったわけよ。そもそも私がここにいて面白いのかなってずっと思ってて、それをなんとかだからみたいなさ、注意なっちゃう入ってるみたいな、ちょっとそれあれだからみたいな、なってるなってる、もうなんかこう愛おしいのさ、なっちゃう可愛いなっちゃうのさ、全然つまんない、絶対つまんないよね。だからもうなっちゃんは最低だよ。もう愛だったの、皆さんにも伝わった。いやでも多分皆さんは多分気づいてると思う。分かってる、全然分かってる、私にも分かってるので、でも誤解しないでくださいね。私も8割ぐらいは分かってたんですよ。基本的ないじりは愛だっていうのはもちろん分かってる、ね、でも一瞬、そうだよね、一瞬の時期ちょっと本当にみたいな時はあったから、今すごいね、いや怖いよ感じました。まっチャンネルなっちゃん覚醒時期みたいなのがあったのよ。そうだったの。で、私も自分で。なんか、ちょっと。体操着のピチピチとかも、リアルすぎて。そう、なんか、リアルすぎて、普通に、最高からみたいな。そう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 。
愛子って言われだしてから、うん、じゃあ皆さんに伝わったんじゃないこれ、なんか伝わったかな、でも私のことは、私のことはずっと好きだよ、私のことは全然出てくるなんか私ってすごいこう取り繕ったことできるタイプしないのに人から惹かれてるのが僕に羨ましかった、最初はいいのって思ってたけど、途中からものすごいそれができることだから、そういうところが、ね、弱いところもバビさん自身は多分そんな幸せなことじゃないんだ、そういう感じが出ちゃうとか、そういうところもなんていうかサポートしてあげたいとか、うん、そういう母性でめちゃめちゃ好きだなって思って、母性って何よ、母性はまあまあですよね。無臭、あ、ダメだ、もう刺し歯取れそうなんですよ、いや、無理硬っ、米よりも硬いですね、なんか原料に触れるとなんか複雑な気持ちですね、こういう素朴なものからああいうものが、いや、でもさっき言ったんですけど、こんな世界中どこでも作れるものでスコットランドだと、これをウイスキーにして、うん、なんかやっぱスコットランドに来るといろんなものがちょっと上手です、上流上流っていうのが絶対に来たかな、こういうなんかこんなだって素朴なもんからね、あんな複雑なもんが出て大人が騒いで、本当のおじさんに見えるんですか？
てワインのことを詳しい女性に喋るおじさんってなんか粋なおじさんに見られがちじゃないですか、ね、ワインがものすごく優遇されてる気がするんですよ。あとね、ワインとかシャンパン好きな人って定番も好きなんですよ。あのね、馬とブドウのせいにできるんですよね。ウイスキーって言い訳が聞かないですよ。麦は毎年大体同じ麦ですから。でもブドウとか馬のせいにするっていうことがやっぱ一つになったら飲みの中とか責任の所在を持たない。もうウイスキーは明快にもうね、あの時蒸留機に変えたなとか、マッシュタンに変えたなとか、あのブレンダーいなくなったなって、もうメーカーに人じゃないそれはやっぱ男の人でもその人に惚れる習性があるんですよ。だからなんかね、ウイスキーとか楽器とか必要以上に使います。なんだよ、そうなったら何だよ、絶対出る。そう飲んでるんですけど、めちゃめちゃ面白くて、こんな経験してる人いるのみたいな。嬉しい。でなんかそれまでもすごい経験してるなっていうね。すごいフランスに住んでたりとか、そのコラムはずっと出した言葉とかやってしまったらしい、やらかしちゃったらしい。そうコラム最近書いてるんです。1、2回マジの見てくれたかな。どうだろう、なんか久しぶりだったんですけど、やっぱこう自分は本当にグラビアの仕事好きだなって思ったし、これからも頑張っていきたいなとすごく思ったのでね、これからもたくさん見ていただけるように岩田みなみ頑張ろうと思いました。ということで今回は週刊プレイボーイ見てみたまたねと、私の生まれ故郷の愛媛県に行かせていただきます。どうも、大場美奈です。この度大場美奈 YouTube を始めます。 YouTube を始めようと思ったきっかけはですね、思い出を残したいなと思いまして、楽しい思い出だったりを何度も見返したいなみたいな、アルバムを作りたいなみたいな、そんな気持ちで、ちょっと YouTube のチャンネルを作ることにしました。編集だったり撮影だったりとか全くやったことがないので、どんな感じになるかわからないんですけど、まあ楽しいアルバムを作るみたいな感じで、ゆるく楽しく YouTube を更新していけたらいいなと思っておりますので、ぜひ、ゆるく楽しんでもらえたらいいなと思っております。というわけでこれからどうぞよろしくお願いします。では更新お楽しみに。バイバーイ。台本読んで字だけじゃ難しいなと思うんですよね。
つながるんだなっていう、なんか意外と単純な答えにたどり着く話なのかなって思って、カメラはなんかすごい謎な人だな、すごいテンションが高いもんね、謎な人だなって思ったんですけど、イメージとしてはなんか昔からすごい自分の手でやると背伸びをしてるんですよね。だからこそなんか今自分が手伸びをしてるのが気づいてないのかな、癖になってるのかなっていうような、そうですね、私去年成人式だったので、今年もまたこうやって可愛いお着物が着れてすごく嬉しいです。あの私ラッキーカラーが白だってあの勝手に思っているので、すごく偶然だったんですけど嬉しかったです。お母さんが小さい時からあなたのラッキーカラーは白だよって言われてて、あそうなんだって、あの今日まで信じてます、これからも信じてます。でもあの芸能界に入るきっかけだったオーディションの最終日、あ最終日だけじゃないな、オーディションずっと白着てました。アイドル日本をご覧の皆さんこんにちは、浅川奈々です。私はただいま DVD の撮影でグアムに来ております。いやグアムのロケが実はこう見えて人生初だったんですけれども、もうすごくなんだろう、お天気になかなか恵まれなかったりもしたんですけど、でも私が外に出ると晴れてくれるっていう本当ありがたい天候だったので、雨に降られることなく楽しく撮影させていただきました。ファーストの DVD と同じチームでやらせていただいているので、もう本当に心を許したスタッフの皆様と一緒にお仕事ができていて楽しいなっていう風に思ってるんですけど、なんか私の感覚的には遊んでたら撮影が終わってたっていう感じなので、本当に今回の DVD は本当多分いつも以上に素の私がたくさん見れるんじゃないかなと思っておりますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。以上浅川奈々でした。グアムからお届けしました。バイバーイ。お気に入りのページが、あった、はい、ありました、じゃーん、はい、あー急に水着なんですけどあのこの木に登ってる私のこの、 あの白ビンズギ、ビキニというんですか、こちらの写真が一番私の中で好きですね。あの実際に私木に登ってこう、あのアニメでも演じたあの獣フレンズのサーバルをこうちょっとあの感じさせるような写真をあの撮りたくって、こういう感じで私も実際に木に登ってみました。水着で木に登ってるんですね。そうなんですよ、斬新ですよね私もちょっと思いました、今見て客観的にそうなんです。結構ね、そのちょっと怖がってる私の顔がねそう感じられるんじゃないかなと思います。これがお気に入りです私の。
験生ということで受験勉強と受験の活動を始めたので結構慌ただしかったのかなって思っています。これからもっと受験の活動積極的にできたらなと思っています。今回このミルクアンドハニーというデジタル写真集を秋くらいに撮ってでちょっと寒いかなってちょっとマネージャーさんと話していたんですけど撮影の当日めちゃくちゃ晴れてすっごい暖かくてなんか外での撮影と中での撮影どっちもあったんですけど本当にすごい晴れたおかげで窓もすごい大きかったのですごいたくさん光が入ってとても心地いい撮影でした。で今回グラビアの撮影となると結構なんていうんですかね知ってるカメラマンさんとか前回も一緒だったって方って結構いるんですけど今回初めて喜びさんっていうカメラマンさんに撮影していただいたんですけれどもこう初めましてだったので私すごいいつも緊張しちゃうんですね初めましてがなのでなんか最初のぎこちなさというかそういうのも少しあったんですけど、まあ、だんだん楽しくなってきてすごい皆様優しかったのですごい楽しい撮影になりました。今回はちょっと私のお気に入りの写真を何枚か選んだので紹介していきたいと思います。1枚目こちらです。これはちょっと黄緑色っていうんですかね淡い色のランジェリーなのかななんですけどなんか私結構桜子ちゃんは黒とか紺とかが似合うって言われることが多かったんですけど私は結構淡い色もすごい好きでパステルカラーが好きなのでちょっとこの衣装を見た時にめっちゃ可愛いと思ってこれ着たいってなってそうなのでこの衣装がすごい好きなのとこの写真を選んだ理由がさっきもちょっと言ったんですけど最初の方って私いつも緊張しちゃってちょっとこれ1着目だったんですけどぎこちなさが最初あったんですけどなんか喜びさんがすごい連写をしてくれるんですね。で私がすごい連写しますねって話したらいい瞬間を逃したくないからっておっしゃっていてその会話をしているうちにちょっと和んでというかちょっと緊張がほどけた瞬間の写真がこちらです。2枚目がこちらです。これはレオタードなんですけど私グラビアの撮影でというか人生で初めてレオタードを着てなんかレオタードってちょっとなんていうんですかね私のイメージはバレエや身体操とかなんか背も高くてなんか私にはあんま届かない着ないような衣装だなと思ってたんですけどなんかここまでがっつりと鎖骨とか背中が出てる衣装ってやっぱりよりボディラインがすごい綺麗に見えますし、まあ、色もコンバっていうのもあるのでちょっとキュッと引き締まって見えるというのもあってなんかいいかもと思ってすごい可愛いなと思って選びました。私お気に入りすぎてこのレオタードの時のカットを1枚自分の SNS のトップ画にもさせていただいてます。それくらいお気に入りです。で3枚目がこちらです。これを選んだ理由は、まあ、すごい簡単に言うと表情が好きだからっていうだけなんですけどなんかグラビアの撮影をするとどうしてもやっぱり体をきれいに見せないといけないっていう意識が強すぎて顔がこわばりがちというか力が入っちゃうっていうことが多いんですけどその中でもこう特に寄って撮っていただくときは逆に体のことを意識せずに顔というかリラックスした表情とかいい写真を撮りたいっていう意識が強くなるのでなんかうまくでなんていうんですかね寄ってもらうとすごいいい表情ができる気が自分はしていてその時に喜びさんがあちょっとそのまま寄りたいって言ってちょっと近づいてきてくださってずっとこれもまた連写なんですけどしてくださって私的にこの表情がすごい好きだなと思って選びました。私の目線の先にずっとシャインマスカットが置いてあったんですね。でも私撮影中はあんまり食べないっていう意識をしてたのでシャインマスカットがあるこのカットが終わったら食べようってことを考えてました。ハンターの目してましたね。他にも私の好きな写真があるのでちょっとおまけでお見せしたいと思います。こちらです。これが一番最後の衣装だったんですけど
緊張感がほどけてきてちょっと楽しくなってきておしゃべりしながら撮っていったりもしていて今日最後だと思ってちょっと楽しんじゃおうと思ってたまたまその辺にあった水鉄砲を拾って遊んだりしててどんどん撮影に来てる私というよりかはなんか本当に単純に楽しんでいるリラックスしてる私この今選んだカットがちょっとその私に近い表情というか力の抜けた感じが私が好きだなと思って選びました。そうなんです、私約2年ぶりくらいにシュープレさんでまたお仕事をさせていただいたんですけど髪の毛切ってもう半年くらい経つんですけどこのシュープレさんでのショートカットで出していただいたの初めてだったのでなんかロングもロングで好きだったんですけどショートにしたことによってより顔がはっきりと見えるというかなんですかね。あとよく言われるのがちょっと大人っぽくなったように見えるとかも言ってもらえるのでなんかショートにして本当に良かったなって思います。なんかまた全然変わりますよね、ロングのグラビアとショートのグラビアって全然イメージも変わるのでちょっとパッと明るくなったのかなって思います。逆にショートにして思ったのは輪郭とか体とかも全部はっきりとしっかり見えるなっていうのもあってちょっと短い分なんかすごい明るくなったように表情も明るくなったように見えるなって思いました。表情はめちゃくちゃ意識はしますね。なんかなるべく力が入らないようにとかなるべく決めないようにというかなるべく筋肉顔の筋肉を殺すというかなんかリラックスした状態ってでもやっぱり難しいんですね。そのカメラマンさんがこれぐらいの距離にいてヘアメイクさんも衣装さんも近くにいてでこう人に周りに人がいる状況ってどうしてもやっぱ緊張しちゃうしなんか顔も私固まりがちなんですけどそこをどんどん壊していこうと思ってでグラビアの仕事だとそういうのをすごいたくさん経験させてもらえるのでこんな至近距離に人がいてもなんかまるで人がいないかのような表情をできるようになりたいなっていうのをどんどん研究し続けています。なんかこの表紙もすごいちょっとおしゃれですよね。本当に海外の雑誌っぽい感じでポップな感じの表紙でなんかまた今までとは違う私が見れる写真集なのかなって思います。いかがだったでしょうか。今回紹介した4枚の写真の他にも本当にたくさんいい写真が今回のミルク&ハニーにたくさん詰め込まれているのでぜひチェックしてみてください。感想なども教えてください。じゃあね。自分にしかできないものを作りたいというか自分にしか、自分だからこそできることもあるだろうしオリジナリティも含めて、やっぱ自分にしか作れないものを作りたいじゃないですか。そう考えた時に例えば今の日本映画、まあ世界の映画も含めてものすごくテンポを速くカットを刻んでスピード感を出してお客さんを飽きさせないようにいろんなこう話もうねらせて飽きさせないっていうことが今の映画のなくてはならないベースにあると思うんですけどそこから抗いたかったんですよ。皆さんこんにちは、サヤカです。なんと私は今台湾に来ています。いやなんと私もファースト写真集が来るからです。私の目標だった写真集を、今回出すことになりました。それで今日は今回台湾に来ております。皆さんに楽しんでもらえるような素敵な写真集になるように頑張ります。皆さんぜひ楽しみにしていてください。
All night to think about you, babe.
ました、修学旅行の時のような真っ暗な毛枕争奪戦をしたりとか楽しくてセクシーなショットがたくさんあるのでぜひ楽しみにお待ちください。終わりました。イエーイ。はい、私たち3人でケーキ使ってね、かわいいケーキを、かわいい撮影をしました。なんかあざといことしてましたね。結構あざといことしてた。ぜひね、紙面でね、チェックしてもらえたら嬉しいなと思います。かわいい聖書と楽しんでください。頑張ります。これからもこれからも撮影も頑張ります。撮影させていただきました。ありがとうございます。お疲れ様です。仮眠室なんてあるんですこんなリアルな仮眠室で撮影する機会も二度とないですか、ね、ないと思います。本当に多分使ってるところですね。ね、なんかバルーン使って、うん、どうでした。あのラムさんとツーショット撮影初めてだったんですけど、確かに初めてでラムさんの頭がここにずっとある状況ってなんかすごいなって思って、私もツインでこう腕枕するの初めてですね確かにちょっといろいろね、はい、新鮮だったんですけど、ぜひして、はい、皆さん楽しんでください。楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございます。
はいです。撮影終わりました。今日はあの編集長のデスクでなんと撮影しました。いかがでしたか？ちょっとなんかドキドキしました。編集長の机で、はい、皆さん見てね、見てね、バイバイ。
りしましたし、本当に西田さんの舞台に出られるっていう嬉しさでいっぱいでした。そうです、オーディションで初めてお会いした時、真ん中にいらっしゃって、なんかオーラがすごかったんですよ。すごい偉い方なんだろうなっていうオーラがすごくて、なんですけど、すごいこの作品をすごい愛してらっしゃって、いいもの作りたいっていう愛がすごい伝わってきたんで、すごい一緒にお仕事したいなって思いましたし、すごいなって素直に思いました。でもすごい優しい方で、あったかい方です。はい西田さんがおっしゃってたのは、女子に好かれる女子って言ってたんで、すごいかっこよくもあり明るくもあり、なんですごい美味しい役だなっていう思いました。まあ普段の自分とちょっと離れてるんで、ちょっと男っぽくじゃないですけど、男性っぽく生きようかなっていうのを思います。でちょっと明るいんで、ポジティブに日頃からっていうのを意識し始めてます。今までやらせていただいた役も結構暗い役が多かったんで、なんで、はい、初めてって感じです。すごい当たり前なんですけど、皆さんお芝居上手で、すごいドキドキしました。なんか心臓がバクバクしてながらちょっとお芝居やったのを覚えてます。皆さんでも優しくて、いっぱいお勉強させていただくことが多いんだろうなってふうに思ってるんで、ありがたいです、すごく。シエル役の小室さやかです。今回、すごいかっこよくて明るくて素晴らしい役をやらせていただいているので、皆さんぜひ、劇場にお越しください。お待ちしております。皆さんこんにちは、小室さやかです。この度2020年卓上カレンダーが11月に発売されます。皆さんぜひ、お部屋に飾って楽しんでください。よろしくお願いします。Ang gagamitin nila Ultraman Blue Aqua. Pero ang pinakamaangas nilang sandata ay ang isa't isa. Laban sa inyo! Ultraman RB simula October 22 sa Stig Ford.
Yeah.